地球地図は世界の国家地図作成機関の協力により整備される地球環境の現状を正確に表す地球全体をカバーするデジタル地図を言う。地球地図を国際的な協力の下で整備していく構想、地球地図構想は1992年に当時の建設省が提唱した。地球地図は以下の条件を満たす解像度 1km のデジタル形式の 地理空間情報である。地球の全陸域をカバーする統一された仕様誰にでも安価に提供されるまた地球地図として整備する地球規模の地理空間情報は主に以下の項目である。1972年の国連人間環境会議以来地球規模の環境問題が人類の共通の課題として認識されるようになり、1992年に ブラジルで開催された環境と開発に関する国連会議では持続可能な開発のための人類の行動計画アジェンダ21が採択されたこのアジェンダ21には地球環境問題に適切に対処するための意思決定を行う上で情報が重要であることが随所に記述されており特に地理空間情報は不可欠とされているこのアジェンダ21の趣旨を受け 同年、当時の建設省は地理空間情報整備の分野でも一層の貢献が必要であるとの認識から地球環境の現状と変化の把握のための地球規模の地理空間情報を国際的な協力のもとで整備していく構想、地球地図構想を提唱した。この構想は1993年にニューヨークにて開催された第5回国連アメリカ地域地図会議において 発表され、それとともに、同会議において、地球規模の地理空間情報整備の推進を呼びかける、決議が採択された。ついで1994年に、北京にて開催された第13回国連アジア、太平洋地域地図会議においても、同様の採択がなされた。1996年には、地球地図構想を推進するための組織として、国家地図作成機関のながらからなる、 地球地図国際運営委員会が設立され、国際的推進体制が確立された。現在まで国土地理院が地球地図国際運営委員会の事務局を務めている。この翌年、地球サミットから5年を経た1997年に開催された国連環境開発特別総会において採択された成果文書では第112段落に 地球環境問題に関する情報アクセスに資するため、特に開発途上国等の情報収集、分析能力向上の重要性が謳われるとともに、その支援環境整備の手段として、地球地図も含めた国際協力の重要性が述べられた。このような動きを受け、1998年には国際連合から、 地球地図整備への参加呼びかけ状が世界各国の地図作成機関に送付されている。その後、2002年の持続可能な開発に関する世界首脳会議では地球地図の推進が実施計画に記述されたほか、2008年の第4回アフリカ開発会議においては横浜行動計画の中にアフリカ地域における地球地図整備、 更新等の技術支援の促進が盛り込まれた。また、2011年に開催された国際連合経済社会理事会において提出された地球規模の地理空間情報に係る事務総長報告では、第24段落において地球規模の地理空間情報整備の取り組み例として地球地図プロジェクトが紹介されている。ありがとうございます。